生活と、あと装いと、そこにまつわる多様性について皆さんで話していきたいと思います。まずは、登壇者の方々をご紹介します。右端から、デザイナーの横澤琴葉さんです。お願いします。琴葉横澤のデザイナーをされています。ご自身のブランドです。1991年名古屋生まれ、名古屋市内の、高校のファッション科を卒業し、スモード東京校に入学。卒業後は大手アパレルにデザイナーとして勤務しながらファッションデザイン学校ココの学校に通います。退職後、スモード AMI でブランド運営を学び、2015年3月に琴葉横澤をスタートします。2020年に、毎日ファッション大賞を受賞されています。よろしくお願いします。お願いします。そのお隣にいらっしゃるのが五十嵐純子さんです。料理家でいらっしゃいます。自宅で料理教室を開催しながらケータリングも受けたわっていらっしゃるそうです。次女のここねちゃんは、重症の心身障害児で、日々のことを生きることに大切なことを、自分なりに綴っていただけるところなのでよろしくお願いします。そのお隣にお座りなのがここねちゃんです。五十嵐ここねちゃんでいいのかな。はい、はい、五十嵐ここねちゃん、重症心身障害で年齢は14歳ですが、身体能力は生後3ヶ月ぐらい、発育は生後8ヶ月から1歳程度の状態です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でその横にお座りなのが、五十嵐ねねちゃん、はい、お姉さんでいらっしゃいます。特技は、バレエって先ほどおっしゃってましたね。はい、高校2年生でした。2年生、はい、高校2年生です。はい、なんで普段の生活の中で気づいたこと、考えたことなどをご紹介いただければと思います。でまず最初に、今回の洋服とか服のデザインのポイントについて横澤さんに、伺ってみたいんですけれども、はい、そもそも私がやってるブランドが結構こう感覚的なものだったり即興性みたいなのを重視していて、なんかこうゼロから新しいものを生み出すというより、自分の身の回りにあるものとかそういったものをこう合わせてどんどん作ったり直したりしていくみたいなやり方があって、で今回ココネちゃんのお洋服を作らせていただくということで、ココネちゃんのお家に初めてお伺いした時に、そのこうコラージュ的な感覚みたいなのがココネちゃんのお家の中にすごい溢れていて、ですごくその純子さんご自身が季節だったりイベントだったりっていうのをすごく大切にされていて、お家の中にいてもそれを感じられるようなお部屋の中のデコレーションだったりお料理だったり、こう普段からここねちゃんの靴とか車椅子だったりいろんなアイテムもこういろんな装飾だったり何かデコレーションとかを施されているのを見て、すごくなんか自分がこう普段ファッションに対して思ってるこうマインドというかものづくりに対しての考えみたいなものと近いものを感じたので、こう一緒に作っていくっていうようなことを重きを置いて作っていきました、うん、なるほど。僕も今回あのココネちゃんがモデルで登場するということになって、あのお母さんのインスタを見てたんですけど、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いココネちゃんが大量にあって、はい、めっちゃいい表情とめっちゃいいデコレーションだなこれみたいなのが家に結構溢れてるってことですね。あれはなんか毎回すげえなと思ったんですよ。ちなみにじゃあそのプリコラージュ的なものっていうのがこの、上の洋服のプリントに出てきてるっていう。そうですね、プリントはあの私のブランドでもあの商品として出している柄をあの使用してるんですけど、それに加えてこうあのいろんな、まあ洋服の写真だったり、うん、食べ物の写真だったり私がこう描いたデザイン画の写真だったりっていうデータをあのお母様にお送りして、それをこう切り貼りして今朝一緒にこう貼って作っていったんですけど、車椅子にデコレーションしたりっていうのが服の柄となんか延長線上でつながってるような感じ。マテリアルとかにはこだわりがあったりするんですか。これはこの白いふわふわのところはティッシュを使われてるんですよね。これティッシュなの？そうですね。なんかそこもすごいこうやっぱり私だったり純子さん考えられてる普段の生活にあるものからデザインに発展していきたいっていうのがあって、まあ、柄のモチーフとかもそうなんですけど、ここの装飾もなんかふわふわしたテクスチャーだったり質感でね、なんかこういろんな質感を出していきたいねっていう話をしていて、ティッシュを、じゃあ2人でデコレーションさせて作られたんですか。そうです。なるほどな、面白い。ちなみに靴とかには何らか、うん、あれがあるんですか。はい、靴も、まあ、体の不自由な方々の
緊張が高い方とかは皆さんこういう装具を履いてらっしゃると思うんですけど、はいはい、この装具に合わせたようなあのオーバーシューズを履くんですが、結構決まった形しかなくて、うんうん、で真っ白だったものをやはりあの紙を貼ってこういうふうに、うん、はい、やりました。なるほどね。あれなんだろうね。ああ確かにマジックテープのよくそういうのしかないっていうのよく話に出ますよね、うん、そうですね。これね、うん、とてもあのやりやすいことはあるんですけど、うん、おしゃれとしてはね、うん、そんなに量がないからね。確かにそれはそうかもしれない。普段じゃ あのここでちゃんと暮らす中で不便に感じられているところっていうのは、先ほどおっしゃってたような、うん、あの洋服の着脱とかそういうところですか、うん、そうですね。あの本人もやっぱり無理やり着せさせられるっていう感覚になってしまうとあの辛いと思うので、うん、なるだけストレッチをしてとか声をかけてあの着せやすくとあの着やすくとは心がけてはいるんですけども、ストレッチってどうやってされるんですか、うん、まあ、病院で、理学療法士さんがリハビリをしてくださるんですが、うん、その時にストレッチをしてくれるので、はい、それをもう真似るしかないんですけど、足引っ張ってみたりとかこう倒してて、そうですね。なるほどな、うん、やっぱりストレッチすると着脱がしやすくなったりするんです。なりますね。格段に変わるんですけど、全然可愛いからいいですよ、はい、なるほどね、はい。じゃあそういうのを見てお姉さんのねねさんとしてはどういうことを普段お感じになってますか、生活の中で。私は結構体が大きくてやっぱり年子なんですけど、うん、本当は手伝いたいなって思うんですけど、ちょっとやっぱり難しくて、うん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 、やっぱりそこは自分も見てるしかできなくて、ちょっとそれは自分の中で悔しいじゃないですけど、うんうん、ちょっと助けたいなって思う部分もあるんですけど、だから一緒にストレッチとかは一緒にたまにしたりはしてます、うん。ちなみにここねちゃんと普段接しててなんかあのいい楽しいなって思う時とつまんないなとか、まあ、こいつって思う時って 何がありますか？楽しい時は、うん、そうですね。でもすごい 音楽がすごい好きなんですけど、うん、私も音楽好きなので、うん、一緒に楽しんだりとかもしますし、うん、あとはそうです、ちょっとイライラっていうか私が怒るのは、うん、結構バシバシ叩くっていうか、はい、結構攻撃がすごいんですけど、うん、ご飯あげてるっていうか食べさせてる時にバシンってやられて、うん、ご飯が私に飛んできたりとかする時はあげてるのにってなる、怒ったりするんですけど、ね、あすごい気持ちはよくわかりますなるほどな。ここねちゃんすごいいい反応しますよね。キーワードは、うん、好きなキーワードがあるみたいなので、ご飯って聞くとニコニコってするんですね。本当めっちゃ嬉しそうだけど今お腹空いてる。本当だ、めっちゃ嬉しそうな顔してるやべ、なるほどね。ちなみにショーの感想はいかがでした？いや、こうしてプロの方々ばかりでクオリティが高くて、で、あの本当にここまで変身させてもらえるっていうのに感動しました。あ、よかった、はい、ねねちゃんは？私もテレビとかで見たりとか雑誌とかで見る世界だけのものだと思ってたので、こういうものに参加させていただけてすごくびっくりですし、すごくいい経験になったなって思いました。 ありがとうございます。で、最後なんか皆さんからメッセージをいただいて、まあ、そういったような多様性の社会に向けてとか、あと日常の中からものを作っていくことに向かって何を大切にしていったらいいかとか、まあ、世の中の人にどこを、こんな風にしていってほしいなとか、なんかメッセージがあれば、お一人ずつ聞いていきたいかなと思うんですけれど、まずはあの、横澤さんから。はい、すごい好きなものとか自分がやってて楽しいとか、なんかこうキュンとするものとか、そういうものを集めたり手を動かしてみたり、好きな色だったり好きな柄の服着るっていうだけでやっぱり気持ちもねこう変わることができるのが服本来のなんか役割なんだなって改めてすごい感じることができました。なるほど、それじゃあ貴重な機会だったってことですね、うん。じゃあ純子さん。はい、私はそうですね、ここねが生まれた時にもう1キロぐらいだったんですね。あ、そんなちっちゃかったんですね。ちっちゃかったんです。何ヶ月ぐらいで生まれてきたんですか？の子は7ヶ月の最後の日なんですけども。あ、なるほど、うん、あの5ヶ月で破水して2ヶ月入院して、で7ヶ月の最後の日に生まれて、生まれた時にやっぱり赤ん坊って衣を着せるものだと思ってたものが何も着るものがなかったんですね、はい、小さくて。そうですね、でそこからのスタートだった、着るものに対して、うん、はい、
で大きくなっていってもベビー服は着れるんですけども徐々に大きくなっていくと着せることにその辛くなってきたというところで、うんうんうん、やっぱり社会に対しては、まあ、そういった生活の中で、段階をもっと緩やかにしてもらえるように今回みたいに今回はもう本当に琴葉さんのようなもうハイセンスの洋服を着せていただくことになったんですけど、うん、それをもっと皆さんが意識していただいて、はい、そこのハードルを下げてもらうなりハードルを下げるというよりは私たちが自然に入り込めるような社会になってもらいたいなと思います、うん、なるほどじゃあ、ねねちゃんも一言なんか世間に対してメッセージがあれば、そうです私は妹の障害を持ってる、うん、妹障害持ってるけどもし兄弟で障害持ってる人がいても隠さないでもっと明るく考えてほしいっていうか持ってることを逆にじゃないですけど大事にして、うんもらいたいっていうか、そうだね、私もしたいし、うん、みんなにもしてほしいなって思います。まあ、非常に生活の中で面白くとかそれを楽しく受け入れていくっていうのは非常になんか、まあ、勉強になることも多かったので、まあ、このファッションショーもありますけれども、まあ、そのある種のデザインと生活とあとそれを装うのを作っていくっていうことの中で、うん、何らかクリエイティブなものが見出していけばそれがいろんな人に届くといいなと思ってます。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。